はい、どうもこんにちは、ざまと申します。アマイロアイルノーツ続き実況やっていきましょうということで、まあ、前回はね、ゆねちゃんがね飼ってた、まあ、ニニギのね飼い主をね、まあなんとかこう別の飼い主探そうということで、あのね、いろいろ探してたところなんですが、まあとりあえずね、まあ、トールくん一人でね、こう探すの無理で、まあ、ヒロインたちにね、頼って投げたんだけど、ヒロインたちもダメで、当てがないと。で、まあ、どうしようってね、もうなってたところで、あ、一人なんか顔が利くやついるやんと思ってね、なんだっけ、みのりさんをね、まあ、頼って、で、みのりさんがね、まあ、2時間でちゃちゃっとね、こう見つけてくるみたいな。いやーもうね、さすがみのりさんだよね、もうね。なんでみのりさんルート作らないんだと。もうそこでまた思ったって、ね。はい、てかもうずーっと思ってるんですけどね。はい。なんでみのりさんルート作らないんだ。はい、ということでね、じゃあ行きましょう。そんな愚痴はいいんだ。それで北条泰時が執権となった時に御成敗式目を制定したわけだ。それまで公家の法律だった律令を武士に合わせて作ったものだね。これは上級の乱後頻発する軽装事件を公平に処理するためのものと言われている。ちなみにその後の室町、戦国、江戸時代と長期にわたって武士の法律の手本とされているんだよ。これには土地や財産の問題もいろいろと書かれているんだけどね。その中ではちゃんと女性の権利が認められている。日本の学生には昔の女性の地位は低く見られていたイメージが強いかもしれないけど、意外とそんなことはないんだよ。実際女性の地頭なんかも存在したと言われてるからね。では先生、その権利が軽視されるようになったのはいつ頃なのですか？めっちゃ突っ込んでくるね。もうさすがフランちゃんだ。はっきりとわかってるわけじゃないけど、江戸時代あたりじゃないかな。確か、これはもっと先の話になるけど、1563年にルイス・フロイスというカトリックの宣教師が来るんだ。彼が書き残した日本史には、日本の女性は男性と平等で自由に過ごしている、という旨の記述が見られる。では、女の人にしたら、昔の方が暮らしやすかったということですか？ああ、逆に？まあ、かもしんないな。まあ、この文だけ見たらな。いやー、それはどうだろうね。ああ、女の子しかいない場所でこういうことを言うのはどうかと思うけど、御成敗式目の中には、歩いている女性に乱暴をしちゃいけないっていう定めもあるからね。セクハラですか、先生？なんというか、まあ、なんつ、って言ったらわかんねえな。うわーうわーって言わないで。いや、本当なんだってば。その当時、顔も隠さず、お供も連れず、女性が一人で歩いていたら、店長様からの贈り物ってよくわからない答え、あ、考えがあったんだよ。しかもこれ、御成敗式目を制定後も、奉仕は状況を考慮するとか書かれてるし、まあ特権なんだろうけど。とにかく、平等で実際的な法律と評価され、執権政治確立の一翼を担ったわけ。で、泰時が連署や評定衆を設置し、集団指導体制を敷いたり、明確な法律を定めたりすることで、法令を定めたりすることで、以前とは何が変わったと思う？天桐さん。はい。誰か一人に依存するのではなく、安定した政治の体制を生み出しました。おお、もう今回元気だね。うん、その通りだ。ありがとう。今日はこれまでと違い、僕の質問にすぐ答える天桐さん。よかった、体の疲れはもうなさそうだ。てかさ、振ったら確実に答えてくれるっていうさ、もう確信がもうあるんだろうな。うん、あれから約1週間、一人暮らしの天桐さんが心配なので、病気の間はここ牙と爪の獣邸で看病をすることになった。看病とかいう名目で。まあ置いてやってるみたいな。いやー、お前あれだな、結構羨ましい状況だぞ今。そしてみんなの協力もあり、彼女の体調は3日ほどで元に戻った。テントの荷物も部屋に戻し、全ては元通り。僕が主任に送られたこと以外は。そりゃそうだよな。教え子がさ、3人も住んでるからね。住んでるつうか、その、暮らしてる、たわけだからね、なんか。しかもね、まあ、なんていうか、ね、まあ、その夜中にね、まあ、まあ、ルールを破ってね、3人、教え子がね、こう来たわけだからね。うん。めっちゃ怒られたんだろうな。詐欺の森先生、
こういうことは困りますよ。なりますよね。そうなりますよね。はい、申し訳ありません。まあ大事にならないうちにちゃんと解決できたのはいいことですが、防犯が手薄だったことは否めませんが、学院に忍び込んでシャワーを無断使用するなど。すみません、本人にもちゃんときつく言っておきましたし、問題は解決しましたので、今後はこのようなことはありません。その言葉信じて大丈夫なんですね。まず主任の信頼を勝ち取るところからだな。もうはい、もちろんです。本人もテント生活する理由はなくなったと言っていますので。そうですか。それで今回の処分についてなのですが、不法侵入に対する反省文を書かせるということで、なんとかなりませんか。本人もちゃんと理解してますし、今後は今回のようなことをする必要がありません。私としても問題を大きくしようとは思っていないのですが、本当に大丈夫ですか。まあなあ、もう夜中にな、もうウォリックさんも来るわな、ガイアールさんもな、来るな、来るわ、まあなんだアイリちゃんも来てしまうわ、でね、まあ夜中にシャワーを借りてるね、天桐さんも来てしまうわ、もうね、もうね至れり尽くせりじゃない、踏んだり蹴ったりですよ。もうね、やばい、全部自分の生徒だからね。普段の生活態度に問題もありませんし、ちゃんと話をしました。信頼と言わないまでも、少しは関係性を向上できたと思います。ですから、僕は大丈夫だと信じます。わかりました。では、今回は反省文ということで、あとは詐欺の森先生にお任せします。お。あ、でもまあ主任はまあ一定のまあ信頼はしてんだろうね、やっぱりな。詐欺の森先生にな。まあ、でもなんだろう。まあ、なんだろうな、やっぱ、シャワーを、借りて、なんか、ルールを破ってみたいなね、ところはちょっと気になるからな。はい。ありがとうございます。でもまあ、関係性を向上できた代償としては安いものだ。よし、仕事はこれで終了。すみません、今日はお先に失礼します。ん？やけに気合が入ってるじゃないか。まだ早い時間だし、デートにでも行くのか。誰と行くんだよ。そんなのじゃありませんよ。ただちょっと昔の知り合いと約束があるだけですよ。あー、絞り取られるやつか。お、飲みに行くのか。ならおすすめの店を教えようか。すみません、お気持ちだけで。今日の店は相手がすでに決めているので。そうか。まあ明日は休みだし、羽を伸ばすといいさ。お疲れさ。いやー、久々にみのりさんと会話ができるぞ。もうなんか、もう喜びでしかない。はい、お疲れ様です。やっぱりうまい。なんでこんな屋台があるんだ、こんなところに。めっちゃ、めっちゃおでんやん、これ。めっちゃおでん屋さん屋台やん、これ。すごいなぁ。こんなところもあるんだね。うん、確かにうまい。でしょ、ここがあたしのおすすめの店。俺は安上がりでいいな。まあ店というか屋台だけどな。屋台だって立派な店さね。あんたが日本食が恋しいんじゃないかと思ってここを教えてやったのに。それに通る、あたしはもっと無駄に料金だけが高い店でもよかったところを、良心的な値段でかなりうまい店にしておいてやってるんだよ。まあな、確かにな。そこは感謝しねえとな。その配慮に関しては感謝しておりますとも。さっきのことも別に文句じゃないって。それに水戸屋の言う通り、良心的な値段で美味しいお店だ。ならおとなしく食え。あ、大将、私大根と厚揚げ。僕卵とちくわ。はいよ。いやつ。すごいトーンだったけど今。僕らの正面の男性が薄い琥珀色の出汁からおでんの種を取り出し、小皿の上に乗せていく。で、トール、あんた教え子を守れる教師になれたの？そうだな。いや、いきなりは無理だ。まだまだ胸を張ってそんなことを言える自信がない。そう。
自信はないけど、まだないけど、とりあえず今後もそこを目標にすることはできそうだよ。それは何よりさね。それもこれも水戸屋さんのおかげでございます。約束通りここのお支払いはお任せください。うむ、任せた。あ、大将、ラプサットの菓子おかわり。はいよ。寡黙だな。ラプサット？熟せば果物としても食べられるこの島の木の実。はあ。って、匂いがすごくきついぞ。あまり飲みすぎるなよ。こんなのまだまだ水みたいなもんさね。どんだけ強えんだよ。そう言っては泥酔して絡んでくるからな。お前、僕は早めに帰るぞ。あんまり遅い時間になるのもいろいろ問題だから。そういえばあんた、いとこで教え子の女の子と一緒に暮らしてるんだっけ？そう。それに加えて下宿先の教え子の家だからね。あんまり情けない姿は見せられないんだよ。あんた、羽目を外す時間ってあるの？あんまりないかな。お酒を飲めないわけじゃないけど、学院の外で教え子の話題を気軽にするわけにもいかないから。って言っても、泥酔さえしなければ特にはもう何も言われないよ。堅苦しいやつさね。私には向いてなさそうだ。確かに、ミート屋だとすぐに蹴り飛ばしそうだよな。言ってわからないなら 1,2 発ぐらいぶっ飛ばしてやった方が本人のためさね。程度の問題ってのがあるだろ。でもお前の面倒見のいいところは教師に向いてるかもな。姉御肌な部分もあるし。そいつはどうも。で、その後の様子はどうなの？ニニギを拾ったあんたの教え子。ん？問題ないよ。飼い主さんが見つかって彼女も安心したみたいだし、もともと住んでいた家の大家さんにも話をしてまた住めるように、というかもともと契約も解消されていたわけじゃないんだけどね。ってことは問題は全て解決したんだ。ああ、一応な。それは何より。でも今回のこと本当にありがとう。ま、昔のよしみっていうほど年を食ったわけでもないけど、それでもせっかくあんたが空に来てまで続けてるんだ。私にできることなら力ぐらいいくらでも貸してあげるよ。もう早くさ。あー、みのりさん攻略してよ、マジも。ごめんなさい。ミトや。その分もらうもんはもらうけどね。そういうやつだよお前は。でもそれに見合うだけのことが得られるならまた頼ることもあるかも。今後ともごひいきに。と言っても安心するさね。基本的にお手頃価格にしておいてあげるから。お心遣いどうも。こうして僕は旧友と久々の雰囲気を楽しんだ。なんかいいねこういうの。水戸屋は一体どこに泊まってるんだ？聞いてどうするわけ？もしかして送り狼？いやー、それだと一向に嬉しいんだけどな。はっ。むっか。おいおい、喧嘩でも売ってんのかい？鼻で笑うとは。どうだ、喧嘩でも売ってんのか、トール君よ。いやいや、そんなつもりはない。僕はいつでも紳士だというアピールだよ。ただのアピール。まあいいさね。気持ちはありがたいけど、一人で帰れる。あんたも早く帰った方がいいよ。待ってる人がいるんだろ？そんな意味ありげな関係じゃないけど、お言葉に甘えてそうさせてもらうよ。水戸屋の方は？タクシーはないから、馬車でも呼ぶか？呼んでる間に部屋に戻れる。その程度の距離さね。そうか。ちなみにこの島には車がない。狭いわけではないが、町として極端に広いというわけでもないので、成人男性であれば数時間もあれば徒歩でも大抵の場所に行くことができる。そのため長距離移動の手段があまり発達していないライゼルグだったのだが、そこに目をつけた人がいたらしい。日本でもたまにある観光名所の馬車サービスがここでも継続的に提供されているということだ。観光用、急ぎのタクシー代わりなど、いろいろな面から必要とされているが、衛生的な面、問題もあって台数はそれほど多くはない。
なので自転車も大人気だ。また困ったことがあったら連絡してきな。ただしできれば輸入業の方でよろしく。まあ別のな話はちょっとやめてくれよみたいなね、プライベートな。まあでもなんかなんだろう、ここにおでんがちょっと関係ない話するけどさ、ここにさ地味にもあるんだね。まあ昼間はこれ回転してないんだろうな、やっぱりな。はいはいはい、ちょごめんね。まあでもちゃっかりしてんな、みのりさんもな。どうかな、また変わった依頼をするかもしれないけど、その時はよろしく。たく、面倒な顧客を抱えちまったもんだよ。じゃまた。なあ、また。そうしてミトヤはゆっくりと歩き出した。足元はしっかりしてるし、体がふらつく様子もない。あれなら心配しなくても大丈夫だろう。さて、僕もそこそこ飲んだし、おとなしく帰るか。久々にお酒を飲んだ僕は、夜風を浴びながら牙と爪の獣邸に戻るのだった。やっぱみのりさん癒されんな。いらっしゃーって。先生か、おかえり。ただいま。わふふ、意外とお早いおかえりで、てっきり朝帰りするものかと思ってたや。そうだと俺も嬉しかったんだけどな。だから僕とミトヤはそういう関係じゃないってば。それより愛梨ちゃんは部屋にいると思うよ。夕食は私と一緒に済ませたから。先生は？僕は食べてきたからいいよ、ありがとう。そっか、ごめん、水を一杯もらえるかな。はいはい、了解。ガイアルさんはそのままカウンターの中に向かう。さてと、適当な場所に座らせてもらおうかと思って僕も周りを見渡すと、あれ、天桐さん。先生こんばんは。お、なんか服装が違うね。こんばんは、どうしたんだい天桐さん。はい、このお店の料理が美味しかったので、ぜひ今日も夕食をいただきたいと思いまして。夕食ってやけに遅くない？はい、部屋の片付けなどいろいろとありまして。部屋の片付け？まだ残ってたのかい？残っていたと言いますか、これを機に新たにいろいろと。新たにいろいろ？模様替えとか？はい、そういったものを少々。どうした？なんだその不敵な笑いは。先生、お待たせ。はい、お水。おーい、まさきちゃん、注文いいかい？はいはい、少々お待ちよ。僕のことは気にしないでいいよ。じゃあ、二人ともごゆっくり。ありがとう。微笑みかけてからガイアールさんは呼ばれたテーブルへ。僕は水を飲みながら改めて天桐さんと向き合った。それで天桐さん、体の調子はどう？授業もちゃんと聞いていますよ。それは分かってる。質問にはちゃんと一回で答えてくれるからね。先生、今回は本当に助かりました。ありがとうございます。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、僕はお礼を言われるほどのことはしてないんだけどね。そんなことありません。先生がいなければ私はあのままテントで死んでいたかもしれません。物騒なこと言わないでくれ。ですから先生、私にお礼をさせていただけないでしょうか。なんだお礼って。お礼ってそんなに気を使ってくれる必要はないよ。僕は別にそんなつもりじゃないし。待って、お礼ってなんかどっかで聞いたフレーズだな。あの時も言ったと思うけど、個人的なわがままでしたことだからね。恩返しっていうなら、今後はちゃんと相談してくれること。それが一番だよ。これは私のわがままです。今のこの感謝の気持ちをどうしても先生に伝えたい。伝えられないのは寂しいんです。またそうやって、僕が言ったことを利用する。そう言われても僕は先生なんだよ。学院から言われたことじゃないけど、これも僕の仕事なんだ。だから先生、人が人に感謝すること、その気持ちを伝えることに肩書きは関係ないと思いませんか？いや、さあどうする。そう言われるとすごく断りづらくなるんだけど。ですので先生、お礼をさせてください。
別にそれほど重く考えていただかなくても大丈夫ですよ。いや、どんなお礼なんだ。お金や高価な品物を受け取ってほしいというわけではありません。あくまで私の気持ちですから。気持ちの…ちょっとおかしいぞちょっと怖いぞ。気持ち…ねえ、お礼の品とかならもらうことはためらうけど、天桐さんの気持ちってことなら。わかった、そういうことなら天桐さんの気持ちを受け取らせてもらうよ。はい、ありがとうございますよかったよかった、なんか別の意味でよかったなのかもしれないんだけど、なんなんだろうなこの違和感ゆねちゃん何を企んでいるんだ。でも本当に物品は困るよ、あくまで気持ちだ。はい、もちろんです、心配しないでください。そうして天桐さんは嬉しそうに笑っていた。その表情が妙に、これなんて読んだこれ、外枠的に見えたのは僕のせいだろうか、これなんて読むんだろう、ちょっとコメント欄でなんか教えてください。天桐さん、帰りはどうするんだい、もしよければ送っていこうか。いえいえ、ご心配なく、大丈夫ですので。そう、はい、ちゃんと危険がないように対応しています、ごまかしではないので安心してください。対応しています。それに先生はお酒を飲んでらっしゃるようですし、そちらの方が心配です。ですから先生、私を信じてくれませんか何を企んでるんだマジで。心配されるほど量は飲んでないんだけどね。でもまあ、わかったよ、天桐さんのことを信じる、信頼ってお互いを信じてこそ成り立っていくものだしね。それじゃあ僕はもう行くから。はい先生、おやすみなさい。おやすみ。僕は天桐さんに別れを告げてコップを片手にカウンターに近づく。どうしたの先生、お水のおかわりいる？いや水はいいよ、もし空いてるなら先にお風呂を貸してほしいんだけど。はいはい、構わないよ、愛理ももう済ませてるし、私や親父殿はまだお店があるから気にしないでいいよ。お風呂ね、うん、ありがとう。でもさ先生、お酒飲んですぐにお風呂に入るのは体に良くないと思う。いやそれな、ほんとやばいよね、その心拍数とかさ、血圧がねこう上がってる中でねお風呂入るとなかなか怖いですよね。大丈夫大丈夫、飲んだって言ってもコップ2杯ぐらいだから酔ってるわけじゃないよ。ということで貸してもらうね。はーい、もし何かあったら大声を出してね。わかった。大声を出してねでいいのそれ。ふぅ、いいお湯だった何事もなく終わったのか。ガイアールさんが心配したようなことは何もなく、無事にお風呂を終えた僕はそのままベッドに横たわる。なんかさ、風呂に乱入してきてさ、これが私のお礼ですみたいな感じでさ、なんかユネさんが来るのかなと思ったけど、そういう展開はなかったんだ。よかった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 のか。お酒飲んだの久々だな、しかも美味しいおでんだったし、何よりも久しぶりに会ったやつと飲むのは楽しいな、いい気分だ。まあそりゃそうだな、仕事は嫌ではないけど、やっぱり忙しいと疲れるし、たまの息抜きも素晴らしい。今日はこのまま寝てしまおう。僕はふわふわした気持ちのままベッドの上で目を閉じた。はい、ということでね、じゃあ今日はここまでにしましょうかね。まあなんかユネちゃんがね、まあなんかなんだろうな、お気持ちをね、まあ伝えるというか、気持ちを伝えるってなんか告白みたいな、ね、なんかこう気持ちをね、なんか、まあ、伝えたかったっていうことだったんだけどね、まあちょっと気持ちっていうところがちょっとね、まだちょっと煮え切ってない感じなんだけどね、ちょっとなんかこう違和感を感じるんだけどね。まあ、今後何かあるんでしょうかね、ここら辺でね。はい。まあまあまあ、そこら辺はね、また今後分かっていくのかなと思いますが。まあね、みのりさんとの会、最高でしたね。はい。もう個人的にはもう、はい、もうみのりさんルートがなんでないんだっていうね、もうその一言でしか、もうね、今までもうね、ずーっと言ってるけどね、ないんですけど。はい。もうそんな感じです。ということで、またみのりさんのね、シーンとかあるのかな。はい。じゃあ、以上です。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。
ぜひぜひね、チャンネル登録の方もしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。